はい、キヌです。白ずきんと4つの嘘パート7を取っていこうと思います。それですね、1個目の選択肢を狼の影の方を選択し、2つ目の選択肢を人の影の方を選択しました。それの続きとなります。3つ目のエンドに進む道ですね。漁師さん、こっちへ行ったのかな。森の中で一人でいると怖い。赤ずきん、よかった、はぐれてしまったと思って心配したよ。漁師さん、よかった、はぐれちゃってごめんなさい、頭の中を整理できなくて。ねえ、こんな場合じゃないって分かってるけど、何があったのか教えてくれない？私、あの日から記憶が曖昧で。記憶が曖昧？そうか、そうだったのか。知らなかったよ、ごめん。もっと君のことを見ていれば、いつもそうしているつもりだけど、僕は狼ばかりを追って。いつもそうしている？あ、いや、僕が初めから話すよ、何があったのか。僕の昔のことから話をするね。僕は小さい頃、森で迷ったことがあるんだ。その時、森を通りかかった赤ずきんが道案内をしてくれた。僕が赤ずきんについて行っていると、影からあの狼が現れたんだ。僕は驚いて銃を手に取って狼に向けて引き金を引こうとした。だが僕が引き金を引く前に狼に突き飛ばされて動けなくなって、僕に食いつこうとする狼に向かって君は突き飛ばされた僕の銃を拾って狼を撃った。僕を守るために。弾は鼻にかすり、狼は逃げていった。その後聞いたんだ、あの狼が君の用心棒をしていたんだって。知らなかった僕は銃を向けて狼を怒らせてしまったけど、でも君は僕のために用心棒に銃を拾ってくれた。多分撃ってくれたの間違いですかね。そんなことがあったんだ。私、狼さんを撃ったのね。そうしなければきっと止められなかったんだ。僕はね、あの時から赤ずきんを守れる漁師になろうって思ったんだ。という感じですね。間違えて先に見てしまったので、ここを、今ですね、もうちょっと先のここですね、漁師と真相1のところになりました。なのでここから先も一応知らないところが出てきます。なのでここからは撮っていこうと思います。ちょっと漁師さんがいい感じな人になってますね。なんか前回のエンドを見てからだとちょっと微妙な気持ちですが、一旦カットしましょう。はい、続きを撮っていこうと思います。それから僕は赤ずきんを守れるための実力をつけるために漁の練習に明け暮れた。雨の日も風の日も雪の日も、え？そう、すべては俺を守ってくれた女の子を守るため。狼の用心棒よりも俺の命を守ってくれた女の子の命を俺は一生守っていくべきなんだって、あの時から俺らの運命は始まっていたんだ。え、運命？助けただけなんだけどな。それにきっと俺と赤ずきんの運命を結びつけるための試練だったんだって思う。俺はそう思うと頑張れた。お、大げさな人だと思ってたけど、ちょっと危ない人かも。はっ、つい独り言に夢中になってしまった。そうそう、あの後のことだけど、狼はずいぶん酒飲みになって荒れ狂っていたようだ。狼は鼻が悪かったようで、群れの一員から外されていたみたいだった。それでおそらく荒れていたんだろう。赤ずきんの用心棒もその頃にはあの人狼と変わる交代していたようで、あの狼にとっては気に入らなかったんだろうな。人狼、人のこと？ああ、そいつ、僕もあの狼の気持ち少しはわかる。自分がずっと守ってきたものを取られたくないって気持ちがあったんだと思う。僕はずっとあの狼に目をつけていた。いつか何かやるんじゃないかと。そしてあの日が訪れた。
あの日狼は最高に酔っ払っていたみたいで、ほとんど理性を失って森をうろついているのを見た。僕はあんな状態の狼に会わせたら危険と思った。だから森へ行かないよう忠告をしに赤ずきんの家へ行こうとすると、あの人狼がジンが森の中白い頭巾を持って赤ずきんと話をしているのを見たんだ。どういうことなんですかね。でこれもちょっと間違えて進めてしまったのでストーリーから見ました。ではまたカットしましょう。はい、続きを撮っていこうと思います。狼はあの日獣の本性を表すだろうと思った。だから赤ずきんを僕は森から連れ出そうと近寄ると、あの人狼が白い頭巾を持ってきたんだ。おそらくあのおばあさんも危険を感じて人狼に預けたんだろう。人狼は白い頭巾をかぶせて森の奥へ連れ出したよ。鼻が利かない狼は鮮やかな赤い頭巾を目印にしていたのを利用して少しでも見つからないようにしたんだろう。けれど狼は赤頭巾が一向に来ないことに、連れ出されたことに気がついたんだろうな。おばあさんの家へすごい剣幕で向かっていった。僕はすぐに追った。おばあさんの家に着いた時はおばあさんは食い殺されていて、そこに佇む狼に僕は銃を放ったんだ。そうだ、あの時狼さんに漁師さんが銃を向けていて、そのそばでおばあちゃんが血だらけで倒れていた。おばあちゃんは用心棒の狼さんに食い殺されてしまったんだ。ああ、全部思い出した。おばあちゃんのこと、漁師さんのこと、狼さんと一緒に森を歩いたこと。狼さんに私が銃を撃ったあの時から溝ができてしまったことに。私、おばあちゃんが殺されたってこと思い出した。怖くてきっと思い出したくなかったんだ。当然だよ、あんな恐ろしいことが起きてしまって。それに僕がちゃんと仕留めきれてなくて、怖い思いをさせたね。あの時ちゃんと弾を当てて崖に落としたはずなのに、すごい生命力だ。そうだったんだ。教えてくれてありがとう、漁師さん。でもジンはおばあちゃんが老衰だって言ったわ。どうして嘘をついたのかしら。知らないよ、同じ狼だからかばったんじゃないの。どっちにしろ狼は居場所をなくしてしまった。きっと赤ずきんを道連れに死ぬ気だろう。赤ずきん、僕は赤ずきんに助けられた時よりもずっと強くなった。僕が君を守ってみせる。ちょっと漁師さんがイケメンに見えてきますね。ではカットしましょう。はい、では続きに行きたいと思います。あれ、漁師の野郎じゃん。なんだお前、なぜここに。赤ずきん、おいで。あの狂った狼から君を守らないと。は？狂ったなんてお前よく言えるよな。誰のせいだと思ってるんだ。わわ、なんだか一触即発みたい。ねえ、ここで争ってる場合じゃないよ。狼に気づかれちゃう。とにかくもうすぐ夜だ。一旦僕の家に避難しよう。仕方ないな。ってなぜお前もついてきたんだ。うるせえな。狼も危ないけどお前も危ないからな。どういう意味だ。お前はついてくるなよ。まあそのままの意味ですね。はい、ではカットしようと思います。はい、続きを撮っていこうと思います。え、夢？あれ、赤ずきんここまで来てしまったのね。今からでも遅くないよ。村外へ逃げ。え、何？どういうことなの。おばあちゃんというわけでカットです。はい、続きですね。このシーンは見たことないかもしれないです。あれ、ここは。ああ、そうだ、私漁師さんの家に避難しているんだ。これからどうしよう。あれ、
ジンはどこ？一緒にいたはずなのにいない。もしかして狼が現れて外に出ているのかしら。ジン、いるの？赤ずきん。ふん、あの半端者ならそこらに転がってるよ。俺の足跡を聞いて出てきやがった。この俺に勝てると思ってんのか。ジンが倒れてる。ひどい。こんな無残なことって。赤ずきん、俺はやってしまったよ。ハズレのおばあさんを、俺はダメだよ。もうお前の用心棒はできない。でももういい、もういいんだ。俺と一緒に来い、赤ずきん。あの時の責任を取るんだ。俺の鼻を奪ったように、俺はお前の命を。待て。赤ずきん、下がっていろ。うぐ。ふん、ずっとずっとお前は引き裂いてやりたいと思っていたんだ。狼さん、もうやめてよ。嫌だよ。もうこれ以上殺すのはやめて。何？赤ずきん、お前また俺よりもそんなやつをかばいやがって。くそ、くそ、なんだよ。あの後も仕方ないことだと思ってずっとお前を守ってきたのに、くそ。赤ずきん、離れろ。こいつはもうただの猛獣だ。うう、赤ずきん、うう。もう本当狼さんかわいそうなんですけど。ではカットで。はい、続きです。狼の恐ろしい大きな遠吠えが聞こえて、驚いて閉じた目を恐る恐る開くと、私を守ろうとしてくれた漁師さんもジンも血だらけの狼さんの下に横たわっていた。漁師さんの家に避難して隠れていたところに狼さんに見つかった。そして狼さんは二人を殺した。でも狼さんをここまで追い詰めたのは私だ。私のせい。早く思い出して、私が狼さんの元へ行けば誰も二人がこんな目に遭わずに済んだのに。狼さんはゆっくりこちらを振り向いた。ごめんね、私が狼さんの鼻を奪ったせいだよね。私のせいで苦しんだんだよね。もう逃げないから、もう終わらせよう。はい、エンゾです。これは一番最初のエンディングと同じですね。途中の話が変わるだけでエンディングは一緒です。なので、エンディング1の方と見比べてみるとストーリーが変わってるのがわかるかもしれません。それでは次、4つ目のエンディングを回収しに行きたいと思います。ではこのパートはこれで終わりとなります。エンディング3つ目、同じですが一応3つ目ですね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。では。